ラッツはラトビアの通貨単位。LS と略される。国際通貨コードはラトビアラッツ。補助通貨単位は3ティームスで、1ラッツは103ティームス。2014年1月1日より、ラトビアでも EU 統一通貨のユーロを導入することになり、ラッツは2013年12月31日限りで通貨としての役割を終えた。 1>, 1ラッツイコール222.58円。ラッツは1922年にラトビアルーブルに代わって採用された。語源はラトビアの塔3文字から。1940年以後ラトビアはソ連の一部となったため、ラッツに代わりルーブルが使用されることとなった。そして独立後の1993年から再びラッツが通貨として使用されるようになった。 第二次世界大戦以前のゴラッツ硬貨。ソ連時代には独立のシンボルとされた。効果1サンティムス硬貨、2サンティムス硬貨、5サンティムス硬貨、10サンティムス硬貨、20サンティムス硬貨、50サンティムス硬貨、1ラッツ硬貨、2ラッツ硬貨、5ラッツ硬貨の9種類が発行された。なお1ラッツ、2ラッツ、5ラッツは銀貨であった。 紙幣1922年、20ラッツ紙幣、25ラッツ紙幣、50ラッツ紙幣、100ラッツ紙幣、500ラッツ紙幣の5種類の紙幣が発行され、その後1925年、5ラッツ、10ラッツ、20ラッツ紙幣も発行されるようになった。効果現在効果は13ティームス効果、23ティームス効果、53ティームス効果、13ティームス効果、 2 3ィームス効果、5 3ィームス効果、1ラッツ効果、2ラッツ効果の8種類が発行されている。紙幣現在紙幣は5ラッツ紙幣、10ラッツ紙幣、20ラッツ紙幣、50ラッツ紙幣、100ラッツ紙幣、500ラッツ紙幣の6種類が発行されている。なお100ラッツ紙幣、および500ラッツ紙幣は、希少とされる。EU 加盟に伴い、 ラトビアでもユーロの導入が検討されてきた。2013年3月、ラトビア政府は2014年1月からのユーロ導入を欧州委員会に申請し、7月9日承認された。これにより、2014年1月1日よりラッツに代わりユーロが通貨として利用されることになった。NHK ニュースラトビア来年1月からユーロ導入へ。ありがとうございます。